メンバーのみんなに。めっちゃ良くない？可愛いよね。久しぶりに色入れた。なんか普通に室内とかだと結構暗いんだけど、むしろ最近の髪色より暗いんだけど、こう光に当たると若干赤っぽくて可愛い。世界一可愛いよ、ありがとう。433日ぶりにベル鳴らしました。おお、じゃあ1年以上ぶり、ありがとうございます。ずっと友達だったのに、ある日突然果たして、解禁されたのでね、歌えるぜ。ラップ私 歌割りじゃないから分からんです、残念ながら。ラップ歌ってないんだ。踊ってるけど歌ってないんだ。うん、ミラーボール。そう、めっちゃ音符投げてくれてる、すっごいありがとう。ラップは歌ってません。踊ってるけどね、歌ってないな。ラップ聞きたいな。だっていつかじゃあなんか違うポジションやったりとかして、ラップを覚えたら歌いますね。残念ながらまだね、歌ってない、歌ったことない。かわいい。髪の毛ほどいちゃったね。ほどくでしょ、帰れないから、あの髪型で。今日は自宅配信の、確かに最近真彦さん家から配信したから久しぶりかも、家でやんの。メイクしてるね、公園だったので。こっちゃんに久しぶりに会った、うん久しぶりに会った。その私は休業前の公園に一緒に出てなかったので、本当に久しぶりに会った。昨日から押し始めました。お、ありがとう、嬉しい。マキコさんの手料理レベル高い。え、美味しかった、パスタ最高ですね。あんな仕事終わりにあの美味しいパスタを出してくれる先輩がいて嬉しいです。BIT と生誕って予約しました。あ、もう予約始まってるんだっけ。生誕ティーって、生誕ティーはぜひ買ってほしい。おしゃれ平均呼ばれてないの？今日公園に出ていたことでわかるかと思いますが、呼ばれてません。あ、もうあれ？もう予約始まってんの、生誕ティーも。ぜひゲットしてください。なんでああいうデザインにしたかはメールで送りました。あ、今日から予約開始なんだ。ぜひゲットしてください。
来て。ずっと友達だったのに、ある日突然ハッとしたよ。あやが生誕日欲しいらしいで。水色好き？よかった。水色以外はないの？ないです。毎年一色なんで、ごめんなさい。こがらせが吹く道で、ありがとうハート。立ち話をしてた時、めっちゃ良かったよね。感動した。特番に出させてもらったので、公開の MV の見てたの、あそこでみんなでリアルタイムで5、4、3ってやって、プレミアム公開のやつ。何、なんか今日は梅の花みたいなのが来た。ありがとう。新鮮でした。楽しかった。みんなで見た。ね、小槌すごいすごいな、ありがとう。一枚だけ買うね、ぜひ。うん、ミラーボール。なんだっけ、今拾おうと思ったコメントどっか行っちゃった。なんだっけ、前髪切ったん、ちょっとだけ切った。長さはでも変えてないけど、ちょっとだけなんか整えた。明日の私服何着ようかな。最近服買ってないから着る服ない。服はあるのに着る服ない時あるよね。可愛いだって、ありがとう。わかる、服はいっぱいあるのになんか着る服ないくない？着たい気分の服がないっていうか、絶対いっぱい共感してもらえる。わかる、あるよね今その状況。本当に今年全然、今年まだ始まったばっかか。もう去年もう本当服買わなかったからな。自分で切ってない、美容院で切った。アウターね、私も去年その前かなにアウター買って、そっから買ってないですね。最近唇大きくなってきた。だってどんな現象、変わってないです。唇大きくなることってあんの？大きくなってない、残念ながら。前髪だけ切るのもったいなくない？ん？
美容院で髪の毛染めて前髪だけちょっと切ってもらった。え、唇大きくなったって思うことある？変わってないよ。日によって。うん、確かに腫れてんじゃん唇。でもここになんか影入れると唇ぷっくりして見える。入れてないけど影じゃない、だからメイクとかかな。私も迷惑レグしたけど、やだ目に悪い。今のメイクって公園メイクのも、うん、何も変えてないよ。うん、定型文で笑ってしまうだっていいじゃん、いいでしょ。グロスは塗らないです。踊ってると唇につくので。SK のメンバーはグロスは塗ってる子いないイメージ。くっつくんだよね唇に。ポンポンポンプポンポンプ。前髪どうしたのって言われて、え、変前髪普通じゃない？普通だよ。うん、お疲れ。ダメだよ、このショールームではエゴさんのことをけなしちゃいけないっていうルールがある。お腹すいた。ね、AKB はいつから？うーん、Mステのポニッシュ。
マニシャの子は何歳？小学生。恋の尻尾は捕まえられない。お腹すいたもぐもぐ配信、食べるものがない。公演すると絶対さ、頭4曲でめっちゃ声ガラガラになるんだよね。乾燥しすぎてて、なんでかなってずっと思ってたの。なんでかなって思ってて、 K2 は結構乾燥するから、なんかエアコンあんまつけないんですよ。もう寒い時はなんだっけ、あったかい風が出てくる、あったかい風じゃないな、なんかヒーターみたいな、ファンヒーターみたいなので寒さをしのいでるんですよ。でさ、頑張ってさ、喉で歌わないようにしても絶対なんか乾燥するなって思ってたら、なんか踊ってる時って息上がるじゃん、で口呼吸になって乾燥するんだよね。冬だからです、結論。あと頭の曲の方が高いんだよね、キーが。だから絶対それもある。だから冬だからです。ハーハーしたらそれなんかおかしくなるよね。小槌いっぱいありがとう。喉飴あげた。え、全然だから喉が変とかじゃない、喉痛めてるとかじゃない、普通に息が上がるから。かわいい音符がいっぱい。だって中盤とかは全然、あの頭の曲が終わった後だけ声がガラガラになる。ありがとう。何これ、めっちゃ可愛いじゃん。ありがとう、イエーイ。可愛いクマ、
今日黒いトレーナー、これ黒いロンティー、薄い。あかねちゃんのやつじゃない。寒くない寒くない。ヒートテックに見えた。ヒートテック私着ないんだよね、暑いから。ロンティー使い道がない。ロンティー私も私服ではあんまり着ないですね。レッスン着とかできるけど、パーカーは今の時期はね、パーカーは暑いし半袖は寒いから、マンバロンティー、パーカー暑い、驚く。ピンクが茶色に見えたのが、ああ照明の話ね。パーカーで踊るのは暑いですね。私服では着ないよ、さすがにロンティーは寒いけど、踊るときはロンティー。新しくレッスンに買った、買ってない。ちなみに何が解禁されたのですか？あ、MV？ コアチューラグの MV 解禁されました。新曲見てください。結構何回見ても楽しい。普通にいい MV。 昨日のキラピアパワーがそれな、懐かしい。キラピアパワーいつだって全部暮らせるんだ、向かい風に合わせる。娘は探すが楽しい。結構でもありがたいことにいっぱい写してもらえて、みんなにもちゃんと見つけてもらえるんじゃないかなと思います。なんかインスタにあの YouTube の URL を載せたら、京香さんからメッセージが来て、ポジション良くていっぱい見つけれたって嬉しいって言ってくれました。あと BNK の友達のジェーンが可愛いってメッセージくれました。
友達。かわいい。バンコクの方です。バンコクは英語、英語じゃない、でもタイ語って読めないじゃん普通に、だから翻訳するしたりするんだけど、でもないつもあのローマ字で送ってくれるメッセージ、かわいいって、とか多分私も翻訳のアプリとか使って返すんだけど、対応に日本語を変換してジェンも日本語を多分翻訳してくれてるのかな、日本語で送ってくれたり、そうやってかわいいって送ってくれたりする優しい、同い年、総選挙1位だからね、すごいすごい方なんですよ。明日はカップリング曲が初解禁なので、ぜひ聴いてください。サンじゃないよ、ブラックパール。今回だからなんだっけ、カップリングはブラックパールの曲とあのパッションフォーユーの曲、好きになっちゃったら止まれない、ぜひチェックしてください。あの私が乗ったやつなんだっけ、タイプ A だっけ、タイプ A の通常版、通常版だっけ、ぜひ。タイプ A の通常版って何が入ってるの？なんだっけ、何が？あ、おじゅりのソロ曲？なるほど。タイプ A は通常版とはいえ初なんじゃないですか？かわいいチーム。ぜひ。本当ありがたいですよ。別になんか、その、なんか落ちたね。関係ないけどさ、タイプ何とか。まずこの
表題を歌えてさ、ジャケットに乗れることも、あ、そういうとこもタイプですよ。だって確かに、昔はというか選抜に入ってしばらくはずっとタイプ D とかだったからね。ありがたいです。別になんかタイプ A だからすごいとかさ、そういうわけじゃないけど、ありがたいですね。そう、ジャケットに乗れるっていうのはゲットしてね。まあでも結局さ、タイプ何かっていうより、私は自分が入ってる、ちゃんと歌ってる、カップリングをね歌ってるタイプにちゃんと乗りたいなって思ってたから、ファンの人も絶対それが嬉しいだろうなって思ってたから。私 K2 だからタイプ B が多いじゃん。だからそれだったら良かったのになっていつも、申し訳ないなと思いつつ、今回はだからパッションフォーユーのやつとブラックパールを歌っているので、ジャケットは A、 曲は B と C だって。違うけどゲットして、全部買うから大丈夫、ありがとう。じゃあぜひタイプA はあの裏側にして飾ってねタイプ A 通常版はあの裏をこう飾ってください。生写真はタイプ A だってみんな。みんな詳しいな、ありがとう。本当にいっぱいいっぱいなのに情報ありがとう。で、私が裏に乗ってんのはタイプ A。 楽しみがあるって幸せだね、ありがとう。そんな風に言ってくれて嬉しいよ。最近はもうすぐ新曲の発売なので、忙しくさせてもらってるんですけど、ちょっと明日からまたバタバタなので、こうやってショールームはできないかもしれないけど、その分多分みんなが楽しんでくれると思うので、ちょっと待ってて。そうなの、明日からちょっと頑張らないといけないの。明日は朝早いかな。ありがとう、みんな優しいね。あ、ファイトありがとう、応援してて。
あれ24日ももう公演あれ出てたんだっけ。いっぱい出ます。出てるよ。だっていっぱい公開されてたなと思ってたんだよ。21も24も出るから。ヨロです。うん、まあ、なかなかね、なかなかっていうか今は多分遠征できないと思うから、本当に劇場に来てくれる人がいること自体が本当に嬉しいんですけど、本当皆さん無理せず、こう配信があるのでね、ぜひ見てください。そうなの、今は仕方がない、こればかりは。みんなが健康でいることが一番なので。元気でいてください。うん、道で立ち話をしてた時、君が風を引かぬように僕が壁になって守った。締めに定評がある英語ちゃん、そうやって言われるとちょっとハードル上がっちゃうからハードルが上がるので、考えすぎず読んでます。結局なんかやっぱその場で出た言葉が一番伝わるし、自分がファンだったら嬉しいなと思うので、あんまり考えずに喋ってます。考えちゃんと思ってる言葉喋ってるけど、あんまりなんかこれで言うセリフでいこうっていうのは決めてないです。出し込まないと、うん、だからなんかなんていうの、文章を作らずに喋ってます。やっぱその場で出た言葉が本心なんでね。考えてません。小槌がいっぱい、ありがとう。唇を聞かない、今塗ったからね。リップ塗ったら唇大きくなるってこと。20歳にして仕事できて、そんなことない。
中学生の頃から公園閉めたり鍛えられていた甲斐があったなっていう感じ。うん、もうすぐレベル20。そう、誕生日楽しみ。誕生日何してるかな今年は。平日なので握手会とかそういうイベント系は多分ないんですけど、何してんだろう。まあでも家で過ごす誕生日も仕事がある誕生日もどっちもいいなって感じ。どっちでも多分楽しい。何ケーキが食べたい？公園じゃない、間違った。誕生日は毎年チョコケーキ。10時までかな。もう寝ないとやることもあるし。ミラボールありがとう。そうなの、やることあんの。今日は紙縛ってるんですね。そう、アイリーが言うのを相方って。アイリーって水野アイリー？カップ麺とか食べますか？食べない。うん、おしめしに。え、なに？直さより英語さんが丸々だって。なに？気になる。
もしもしについて熱く語ってでもありがとう。フラートさんに明けましたねと言えた、言えました、会いました。アーヤも相当言うの好きだよね。かわいいよね。あやちゃんに告白されたもん。可愛かったです。アイリーがユナちゃんからタップ喜んでました。嬉しい、使ってくれてた今日も。ミクロにも告白されたの。ミクロはいつも好きですって言ってくる。推しメンに告白しないとって言われた。どうやって言えばいいかな。もう本当に生きがいですって思い、推しメンに私の。重いって本当に。でも「あなたの詐欺のちゃんいつから」いつからだろう。もうなんだっけ、何がきっかけかな。本当にでも気づいたら好きでした。もう本当にどんなに忙しくても、どんなに今日疲れたなって思っても、本当になんか来たわミラーボール。本当に咲菜ちゃんを見るだけで、今日こう生きてたおかげで、こう画面越しだけどこう姿を見ることができて、明日からも頑張ろうという気持ちにさせていただいて。
本当にそうじゃないですか皆さん、生きがいじゃない、推しメンって。だから私もみんなの生きがいになれるんで頑張ります。あ、ミラボールありがとうございます。アイドルってそうあるべきだと思うんですよ。キュン。みんなは携帯のホルダーに推しメンの可愛い写真を集めたフォルダ作ったりしますか？もちろん元気がないとき見てます。本当に特集組んでます、やばい。BUT グラビアオフショット必ずお願いします。そういう人に限って買わないとかなしだからね。買うんですか皆さん。脅迫じゃん、もう。早いですね、コメント欄が急に。かわいそうに。いやだってさ、それはちゃんとウィンウィンじゃないとダメじゃないですか。そうやなぁ。いつだってウィンウィンの関係でいたいよね。こっちのウィンは確実だって
はい、ということでもうすぐ10時になりますので、皆さん今日もありがとうございました。名残惜しいです。また見てください。バイバーイ。